これより第4クォーターに入ります。プレーナンバー4の1トライスターズサードン6、パス不成功。クォーターバック10番ファイドレシーバー2番へのパスでしたが2番キャッチミス、フォースダウンと変わります。プレーナンバー4の2トライスターズフォースダウン6、パントフォーメーションを選択します。ボールオン相手陣45ヤード。このパントもコントロールよく、アイランズ陣2ヤード付近でボールデッド、攻守交代です。プレーナンバー4の3アイランズ相手陣失礼自陣2ヤードからファーストダウン点。中央へのランプレー、キャリア26番。ゲインは約4ヤード。プレーナンバー4の4アイランズ自陣6ヤードからセカンドダウン6。なにわ区26番トスを受け左オープンへの展開を図りましたが、これはトライスターズがアジャストし約2ヤードロス。プレーナンバー4の5アイランズ自陣4ヤードからサーダウン8。三度のランプレー、キャリア26番。しかしこれもトライスターズアジャストしフォースダウンと変わります。プレーナンバー4の6アイランズ自陣6ヤードからフォースダウン6、パントフォーメーション。トライスターズ2番リターン、先ほどファンブルに見えましたがボールデッド、プレーが止まるのが先でした。したがってトライスターズの攻撃となります。
プレーナンバー47トライスターズファーストダウンテン、ボールオン相手陣39ヤード。トライスターズファーストダウン。クォーターバック10番オプションフェイク付きでフェイクからのキープレー、ファーストダウン獲得です。プレーナンバー4-8トライスターズファーストダウン10、ボールオン相手陣28ヤード。クォーターバック10番パスを投じようとしましたがスクランブル、約1ヤードのゲイン。プレーナンバー4-9トライサーズセカンドダウン9、ボールオン相手陣27ヤード。パス不成功。クォーターバック19番ワイドレシーバー33枚のパスでしたがパス不成功です。プレーナンバー4-10トライサーズサーダウン9、ボールオン相手陣27ヤード。クォーターバック19番オプションフレックで自らキープ。ゲインをしておりますがフォースダウンと変わります。プレーナンバー4-11トライサーズフォースダウン3、ここでホイッスル。トライスターズ後半2回目のタイムアウトを取りました。トライサーズ後半2回目のタイムアウトを取りました。プレーナンバー4-11トライサーズ相手陣21ヤードからフォースダウン3。プレーを選択します。ギャンブル。クォーターバック19番左スプリントアウトからパスを投じようとしましたがこれをハイランズ99番がキュービーサック。4回目の攻撃失敗ですので攻守交代です。ターンオーバー。
プレーナンバー 4-12 アイランズファーストダウン10ボールオン自陣32ヤード。パス不成功。クォーターバック10番プレーアクションからワイドレシーバー1番へのパス、しかしオーバースロー、セカンドダウンに変わります。レフェリータイムアウト、ディフェンスチーム負傷者のためのタイムアウト。プレーナンバー 4-13 アイランズ自陣32ヤードからセカンドダウン10。クォーターバック10番オプションキープを試みましたが、これはトライスターズがアジャスト、1ヤードロス。プレーナンバー 4-14 アイランズ自陣31ヤードからサーダウン11。ここでホイッスル、ここでウォーターブレイクです。ゲームクロックを5分戻してください。プレーナンバー1の、失礼しました。プレーナンバー4-14アイランズ自陣31ヤードからサーダウン11。パス不成功。アイランズここでフリーフリッカー、ダブルリバースフェイクで10番がロングパス、しかしこのパスはわずかにオーバースロー、フォースダウンに変わります。プレーナンバー 4-15 アイランズフォースダウン11パントフォーメーション。トライサーズ自陣45ヤード付近でボールデッド、攻守交代です。プレーナンバー 4-16 トライサーズファーストダウン10ボールオン自陣46ヤード。ビッケーファーストダウン、ナニバック21番中央突破し大きく6走ファーストダウン獲得です。Thank you.
プレーナンバー4-17トライサーズ、相手陣33ヤードからファーストダウンテ。パス不成功。クォーターバック10番ミドルゾーンへのパス、ターゲット33番しかしわずかにオーバースロー、セカンドダウンに変わります。プレーナンバー4-18トライサーズ、相手陣33ヤードからセカンドダウンテ。クォーターバック10番 QB ドローを展開しましたが、ゲインは1ヤード。プレーナンバー4-19トライサーズ、相手陣32ヤードからサーダウン9。インターセプト。ターンオーバー。クォーターバック10番再びミドルゾーンへのパス、しかしこれを取ったのはアイランズ50番。インターセプトで攻守交代です。ターンオーバー。プレーナンバー4-20アイランズファーストダウンテン、ボールオン自陣30ヤード。試合時間残り3分2秒。トライサーズナイスです。何枠24番ハンドオフから右を2袋を突こうとするも、トライサーズアジャストノーゲイン。プレーナンバー4-20失礼、プレーナンバー4-21アイランズセカンドダウンテン、ボールオン自陣30ヤード。パス不成功。クォーターバック10番プレイアクションからワイドレシーバー27番へのパスでしたがオーバースロー、サーダウンに変わります。プレーナンバー4-22アイランズ自陣30ヤードからサーダウンテン。パス不成功。クォーターバック10番左スプリントアウトからパスを投じましたが、プレッシャーからパスを投げ捨てました。フォースダウンに変わります。プレーナンバー4-23
アイランズフォースダウン10パントフォーメーション選択。パンター10番、このパントはトライスターズ陣35ヤード付近でボールデッド、攻守交代です。プレーナンバー4の24トライスターズ自陣37ヤードからファーストダウン10。試合時間残り2分3秒。クォーターバック19番、ワイドレシーバー88番にパスを通し約9ヤードのゲイン。プレーナンバー4の25トライスターズ自陣46ヤードからセカンドダウン残り1ヤード。ここでボールをファンブル、ファンブルをしたボールを抑えたのはアイランズ4番、したがって攻守交代です。ターンオーバープレーナンバー4の26アイランズファーストダウン10ボールオンハーフウェイ、試合時間残り1分21秒。アイランズファーストダウン、ランニバック26番、ハンドオフから右オフタックルを駆け上がりファーストダウン獲得です。プレーナンバー4の27アイランズファーストダウン10ボールオン相手陣35ヤード、試合時間残り1分を切りました。ランニバック26番ハンドオフから右オープンへのラン、ロスはしておりますが中で倒れておりますので時計は回ります。ここでホイッスル、ここでトライスターズ後半3回目のタイムアウトを取りました。これでトライスターズのタイムアウトはなくなりました。後半3回目、トライスターズ後半3回目のタイムアウトを取りました。プレーナンバー4の28アイランズ相手陣38ヤードからセカンドダウン13、試合時間残り25秒。フルバックのダイブプレー、ゲインは2ヤード。
ここで試合時間がなくなりました。試合終了となりまして、トライスターズ7点、クラブアイランズ13点でクラブアイランズの勝利です。